一瞬なのであんまり見られたことないと思うのでちょっと今から映像を出します。そんな感じです。ピク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 してる状態です。 VF はで今僕が心電図のチャンネル持ってます。 YouTube にそこに上げてます。まあ、こんな感じですね。これ血圧も一緒に出てるのですごく分かりやすいと思いますので、心電図新世界セミナーで探してみてください。たくさんあります。はい、今1,2,3,4,5,6,7,8 8個の不整脈をやりました。この8個が分かれば大体もう臨床では不整脈に困ることないと思います。大体読めると思います。ですので今日やったことを何回も何回も見直してみてください。不整脈だけはこれを、まあ、覚えるっていうのではないですけど、まあ、これがある程度分からないと、まあ、見た時に定義に当てはめるっていうのがすごく大事になってくるので、ただですねその8個のうち5個が PVC 絡みなんですよね。なので PVC はもう必ず押さえておいてください。これが非常に大切なところになります。